木山仁志大会3連覇なるか、和美はじめ復活なるか。ただいまより第34回オープントーナメント全日本空手道選手権大会決勝戦を行います。ゼッケン1番木山仁志、和美を倒して史上4人目の3連覇を達成したい木山仁志。ゼッケン128番、和美はじめ、心動かさること山のごとし、最強の座は譲れない、完全復活か、和美はじめ。4年ぶりに顔を合わせる2人です。その時は和美が勝って全日本3連覇を達成しています。さあいよいよ頂上決戦、開始の太鼓の音です。さあ本当楽しみですね。前回の世界大会の時はですね、本当、はい、霞選手ただ一人っていう日本人のエースだったんですけど、木山選手が並びましたからね。霞がいない時に2年間、この全日本の王座を取ってきた。しかし木山にとってはこの霞を倒して初めて真のね、真の日本一になれる、そういう思いがおそらくあったでしょうね。はい、まあ、ちょっと気になるのは霞選手の右足ですよね。はい、やはりこの右足がどうやら右足の甲が骨折しているらしいという先ほど情報も入りました。よくここまで上がってきましたよね、その状態で。その辺がやはり陣地を超えた男ですね、この和美はじめ。一茂さん、はい、話してから非常にあの緊迫感が伝わってきますね。そうですね、お互い見合ってるところなんていうのはこう本当に空気をね、読み合うというか、はい、本当に武士道ここにありきの2人っていう感じですね。本当そうですね。でもなんか精神的には和美選手が強烈な一瞬揺らいだか。なんか精神的には和美選手がここに来てものすごい、もうなんか満タンになったっていう感じがしますよね。そして突き、中も左下段。和美選手の本当怖さっていうのはちょっともう出てますね。出てますよね、和美選手の怖さが出てきましたね。いやだから、いやこれはすごい蹴りを見せます。これ残り1分半、どっちの試合になるかですよね。そうですね、今和美選手のペースですよ。はい、今度は木山、だから木山選手が自分のペースにいかに持って、持ち込むかですよね。まだ1分あります、まだ1分以上ある。来ると思ったら焦ればいい。そう、今度は付き合い、リズムが取れてないですね。まあこの取らさないようにする和美選手のそのペースっていうんですか。はい、和美選手積極的に行きますね。風が来る、あ、右蹴りましたね。右も出しましたよ。そうですね、右を痛いはずの右も打った。もうこれが最後の勝負、下段の足蹴り。あのね、あともう一つポイントは木山選手の高い蹴りですね。そうですね、高い蹴りがいつ出るかですよね。和美を倒すにはあの上段の足蹴りしかない、それも練習してきた木山、それを出すタイミングがあるかどうか。ちょっと下段効きましたね、和美選手の。ここはそれとも、いや和美選手は大したもんですね。最後意地を見せるか、左中段、またも左の下段を見せます。意地と意地がぶつかり合う頂上決戦。もう和美選手としてみればですね、はい、もう自分の右足はこの試合でどうなってもいいっていう、そうですね、もう世界大会のことも考えてないですよ。そうですね、うん、これまで温存した右の蹴りも使い始めた和美、左の下段、さあ完全復活か和美。さあ本戦の3分があっという間に終了した。果たして木山の白か和美の赤か。赤が2本。さあ主審は延長に入ります。2対0一定に達せず、4年ぶりの2人の開口は延長戦に入ります。木山選手吹っ切れると思いますよ、多分これで、これで吹っ切れると思います。はい、ペースはね、和美選手でしたね。だから木山選手がもうちょっとこうステップ踏んでですね、はい、あの準決勝の時のようにもっと回転数上げて、和美選手のペースにならないことですよね。何かこの雰囲気に完全に飲み込まれてる感じもありますかね。この状態でも和美選手のペースなんですよね、はい、あとね、左の和美選手の下段が効きましたね。あ、そうなんですね、そっと今度は上段。さあ木山も練習してきた、ようやく上段あるいは高津の勝負を見せ始めた。このペースが変わってきた。こういう崩し方でいいと思いますよね。木山の動きに変わってきました、
ただ和美選手を相手潰そうという気が僕今回初めて見られたんです。この7年間でね、フィルス1回だけしか負けてないですかね。しかも試し割り差っていう、で木山選手も世界大会以降全然負けてませんからね。世界大会以降29連勝勝てば30連勝いい試合ですね。アクシデントがお互いの戦いの場を設けてはくれませんでした。ようやく実現した4年ぶりの対決。和美選手怖いな、やっぱり真の表情です。カズミペースですよ。またも出てくる。もう右も左も関係ない。下段を打ち続けるカズミ。しかし大きな声を超えて、さあ大声を上げた木山、気合が入った木山。やはり精神力ではどちらも負けない。すごいわ。大きな延長戦、恐ろしい戦いになりました。究極の日本頂上決戦。さあ旗判定どちらだ。赤が1本しか上がりません。やっぱりね、まだ和美ペースですね。しかし旗は1本減った。さあ最後の延長戦、再延長戦に入ります。日本最強はどちらか、空に恥じないすごい試合になりました。これね、体重多分和美選手重たいと思うんですよね、どうですかね。だからそういう意味でも和美選手行くと思いますね。ここは行かなきゃいけない、行かなきゃいけないと思います。この後は体重判定、手元の資料では10キロ以上の差がありますが、非常に際どいところ、際どいところですよね。左の中段の足蹴りを見せる和美はじめです。右、しかし木山も出る。木山出てきましたね。ついにここで木山が出るのか。しかし木山選手にとってはすごい成長する一戦ですよね。これは、この5分がおそらく5年10年分にも相当するかもしれない、2人の戦いは7分間かけて果たして決着するのかどうか。和美選手はね、またこういう戦いをずっとしてきましたから、スタジオさんも川を飲んで見つめてますが、もう何も考えられないです。ちょっと木山選手のペースになったかと思います。木山選手がちょっと動きが速くなってきた。精神と精神の戦いです。そして左、前蹴り、木山が出始めた。ちょっとリズム取れ出しましたね、木山選手ね。ここで負けたら2年間の思いが、あの2年間の苦労が水の泡になる。そんな思いでこの大会に臨んだ木山、ようやく宿敵和美との対戦、残り30。さあ、しかし和美の心を通りません。判定を取ります。判定、赤が2本、カズミの赤が2本、主審の赤、3対0。前回の対戦と全く同じ僅差の3対0。カズミはじめ復活の全日本5度目の制覇。いやー、カズミ選手はよくやりましたね。